ボードウォークホールはアメリカニュージャージー州アトランティックシティにある多目的アリーナ。正式名称はアトランティックシティコンベンションホール。14,770人収容のアリーナと3,000人収容のダンスホールで構成されている。1926年に完成。1987年には アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、2006年から2013年を除き毎年、ミスアメリカが開催され、多くの美女たちがこの舞台から誕生した。そのため、ホールの横には、かつての司会者、バート・パークスの銅像が建てられている。1929年に建造が開始され、1932年に完成した世界最大のパイプオルガンがあり、 ギネス世界記録に掲載されている。1964年には民主党全国大会が開催されたほか、スポーツでもバスケットボール、ボクシングの世界タイトルマッチ、プロレスでは1989年に WWF のレッスルマニア V などが行われた。また、1996年のフェドカップ決勝の舞台になった。その他アトランティック10カンファレンス男子、 バスケットボールトーナメントや E キャックホッケー選手権、イクルのホームアリーナとしても使用されたほか、2012年にはあるオールスタークラシックが開催された。2019年にはアリーナフットボールリーグのアトランティックシティブラックジャックスが本拠地とした。ザ・ボールルーム・アット・ボード・ウォーク・ホールは収容人数1000から3000人の小規模会場である。社交ダンスの他に披露宴や会議。 小規模ボクシング工業で利用される。ありがとうございます。